古来よりアメリカでは、赤い車はスクールボーイの乗り物としてボニーカーと呼ばれ、黄色い車は間抜けの乗り物としてジャッカスと揶揄される。俺の知り合いであるドイツ人の女は、そのことを知ってか知らずか、ことさらド派手な黄色い車を転がしていて、職場の同僚から君によく似合ってるよなどと褒められていい気になっているようだ。それは取りも直さず、ブロンドにはお似合いの間抜け者だと鼻で笑われているということなのだが、彼女はその事実に気がついてはいないし、俺もあえて伝えようとは思わない。君はでかいイヤリングは似合うねって言われて喜んでしまう女と同じで、今さら別に褒めたわけじゃないよとは言い出しにくいものだ。この手の皮肉のタイミングというやつは実に難しい。ねえ、ユージ君。なんかあそこにいる怪人の女の人、こっち見て手を振ってるんだけど、知り合い？知らんな。俺の知り合いに間抜けはいない。いや、でもなんかめっちゃあんたに向かって手振ってるんだけど。知らんと言っているだろ。ガールスカウトのクッキー売りじゃないのか？何それ。とにかく関わらない方がいい。さっさと行こう。ハウディー、ユージー。ねえ、思いっきりユージって呼んでるよ。ち、何考えてんだあいつ。誰なの？後で説明する。悪いが先に言っててくれ。え、あ、何？やっぱ知り合いなの？まさか借金取りとかじゃないよね。俺の保護者っていうか身元保証人だよ。大丈夫なの？心配はいらない。いいからマキナを連れて先に行っててくれ。軽く挨拶したら俺もすぐ行くから。野良犬を追い払うかのようにシシッと手を振る俺の仕草が気に入らないのか、アマネはぷくっと頬を膨らませると何度も振り返りながら歩み去る。アマネとマキナの後ろ姿が校門の中に消えるのを見送った俺は、さも機嫌が悪そうな顔を作るとゴリゴリと手で頭をかきむしりながら黄色い間抜け者に近づいていった。おい。やあ、学生生活を楽しんでいるかい？ああ、まあな。そっちは保護者ごっこを楽しんでいるか？嫌な物言いをするのね。あなたのそういうところ、麻子にそっくりよ。何をしに来たんだよ。何しに来たはないでしょ。私、一応あなたの保護者なんだよ。身元を保証してもらったことには感謝しているが、俺ももう保護が必要な年齢じゃない。帰ってくれ。冷たいのね。子供の頃はもっと素直で可愛かったのに。子供の頃の話を持ち出せば俺が黙ると思ったら大間違いだ。もう一度聞くぞ。何をしに来たんだ。仕事ならしばらく休むと言っただろう。いやーね、私はただあなたが普通の学校で普通にやっていけてるのか様子を見に来ただけよ。今のところ問題はない。問題があるとしたら、こうしてあんたが会いに来たのが唯一の問題だ。教室に戻った後、なんて言い訳するか考えるのが面倒だ。俺の仕事を増やすな。破綻のない過去は用意してあげたでしょ。私のことは母方の親戚だって押し通しなさいな。できればあまり嘘は吐きたくないんだよ。いろいろ色と嘘は重ねれば重ねるほど黒くなる。嘘の場合は赤くなるでしょ。赤も重ねや黒くなるさ。そうならないようにうまく立ち回ることね。事故死はしたくないでしょ。言われなくてもやってるよ。だからこそ俺の生活にこういった想定外を持ち込まないでほしい。わ
ったわよ。今日のところはこれで帰るわ。おい、なんだよ。本当に俺の顔を見に来ただけなのか？そう言ったでしょ。仕事の話なら事前に携帯に連絡してから来るわよ。ああ、そっか、携帯。ちょっと、まさか持ち歩いてないの？ちゃんと仕事用とプライベート用に2つ用意してあげたでしょ。悪かったよ。次からはちゃんと持ち歩くようにする。こちらからの呼び出しに対して15分以上返答がなかった場合、逃亡とみなして何人か送りつけるわよ。分かっている。それと県外に出るときは事前に申請書を提出すること。それも分かっている。ああ、思い出した。あなたこの町に来るとき歩いて県境を越えたでしょう。ちゃんと電車のチケット用意してあげたのに何やってんのよ。電車は嫌いなんだ、知ってるだろう。だからって200キロも歩くバカがどこにいるのよ。目の前にいるだろう。それに歩いたのは175キロだ。そのせいで警察の世話になったくせに偉そうに言わないの。上から嫌味を言われるのは私なのよ。ちょっと、めんどくせえなこの女みたいな目で私をじっと見るのやめなさい。エスパーか。なぜ俺の考えていることが分かった？泣くわよ。いや、悪かったとは思っている。今度ゆっくり食事でもしながらちゃんと謝るから、今日はもう帰ってくれ。飯でも食わせておけば私が黙ると思ったら大間違いよ。もう一度言うけど、事故死したくなければおかしな真似はしないこと。わかった？あ、了解であります、ハルデラさんさ。おい、こいつ一度ぶん殴っておこうかしらみたいな目で俺をじっと見るな。あなたエスパーなの？みんなには内緒にしておいてくれ。自己紹介のたびにスプーンを曲げるのは面倒だ。あのね。分かっているよ、冗談だ。まったく、なんでこんな可愛げのない子に育ったのかしら。よく言われる。いいからもう帰れよ。こんなとこで遊んでいる暇なんてないんだろ。言われなくても帰るわよ。それとしつこいようだけど。分かっている、悪かったな JB。 分かればいいわよ。じゃ、また連絡するわ。ああ。もさっとした金髪を振り回すようにして振り返った背中が車の中に乗り込むのを見送り、そのまま走り去るのを待った俺は学生カバンの中から携帯電話を取り出した。彼女には持っていない風を装ったものの、実のところ仕事用の携帯もちゃんと持ち歩いている。黒い薄型のスライド携帯、さっきの彼女に仕事用として渡されたものだ。俺は画面をスライドさせると素早くキーロックの暗証番号を入力し、メニュー画面を呼び出した。一見するとどこにでもある普通の携帯だが、この携帯での通話は特殊な秘匿回線に接続される。電話帳に登録されている名前は一つだけ。その唯一の登録者の名前が JB、 ジュリア・バルデラ、期間名ハルデラ・ユリア。つまり俺のバイト先での直属の上司の名前だけが登録されていた。来るなら来るで事前に連絡くらい入れろっての。俺は世にも忌々しげに舌打ちを鳴らすと、携帯のスライドを閉じ、いつ呼び出しが鳴っても即座に対応できるように制服のポケットにぐいっと押し込んだ。アルデラ・ユリア、通称 JB。 彼女が自分の口で評価していたように、確かに面倒な女だ。半年近く電話一本よこさずにいたかと思えば、突然電話で言葉短く、指定の場所で待機と言って俺を呼び出し、面倒な仕事を押し付けてくる。いや、本当に仕事があるときはまだいい。時には呼び出しておいて1時間以上連絡がなく、
散々待たされた挙句、やっと連絡が来たかと思えば状況終了という短い言葉で解散を言い渡してくることもある。まあ、待機現場に足を運んだ分の出張料は俺の口座に振り込まれるので、全くの無駄足というわけではないのだが、全くの無駄足というわけではないのがせめてもの救いだが、やはり何かしかの徒労感は感じるものだ。あまり公にはできないバイトだし、人に聞かれても説明するのが億劫な仕事だが、こちらの都合で退職させてもらえる仕事ではない。それに何より、師匠の後を継ぐ形で足を踏み入れた仕事だ。そう簡単にこのバイトを辞めるつもりもない。さて、天音たちには何と言って説明したものか。とりあえず、おう。何？へえ、あの人名前は？なんかあそこ、ね、誰、大丈夫？やい。のすやは、そうならないようにうまく、そういそうこちらがそれとばだからそなくめ、はあのいいわさて、アマネたちには何と言って説明したものか。とりあえず、クッキー売りのお姉さんで押し通すのは無理だろうな。俺は少しだけ重くなった足を引きずるようにして、美浜学園の門をくぐった。ああ、来た来た！案の定、教室に顔を出した途端にアマネが飛びついてくる。どうやら俺の様子を教室の窓から観察していたらしく、クラスの連中のほとんどが窓側に集まっていて、その誰もが教室に入ってきた俺の顔を物問いたげに見つめてきた。ねえ、誰なの？さっきのパツキン。パツキンって。クラスの代表として問いますと言った様子で一歩前に出たのは当然アマネだ。他の連中にしてみても興味がないわけではないようで、マキナはどこかボケっとした表情で俺の方をじっと見ているし、サチに至っては胸の前で手を握りながら固唾を飲むような表情で俺の言葉を待っている。ミチルはと見ればなぜか俺の親の仇の俺をなぜか俺を親の仇のごとく睨んでるし、榊に至っては興味ないわといった様子で自分の席につき、真相の令状をよろしく涼やかに本を読んでいるが、手にした本のページがめくられる様子がないところを見ると意識はこちらに傾いているのだろう。だから言っただろう、俺のバイト先の上司だ。上司か。上司ね。ユージ君バイトなんかしてるんだ。ああ、俺は子供の頃に親を二人とも亡くしてるからな。生活費は自分で稼がなければならない。どんなバイトなの？ってことで説明するのは難しいが、まあゴミを始末したり、いろんなところに潜り込んで掃除をしたりする、いわゆる汚れ仕事だ。じゃあ、あのパツキンの人も清掃業なの？そうだ。と言っても、あいつは命令する側の人間だから、直接手を汚すことはないがな。へえ、あの人、名前は？ JB。JB？ 本名は、ハルデラ・ユリア。JB は愛称だ。あの見た目で日本人なの？帰化人だ。出身はドイツだったか。よく覚えてない。
俺は自分の席の椅子を引くと、わざと大きな音を立ててカバンを机の上に置く。質問は以上か。気が済んだのなら自分の席につけ、授業が始まる。俺の言葉とほぼ同時に予礼のチャイムが鳴り、サチやマキナはその即座と自分の席に移動するが、目の前のでかい女だけは、ふん、ん？これ漢字読めねえ。俺の目の前のでかい女だけは、ん？俺の前の席の椅子を引くと、どかりと腰を下ろした。ねえ、ユージ君。私、まだ肝心なことを聞いてないわ。なんだ、改まって。あの人との関係、恋人じゃないんだよね。何かと思えばくだらない。くだらなくないわよ。私には大切なことなのよ。あんまり俺に顔を近づけるな。ドキドキしちゃう？あまね、ヒゲ生えてるぞ。嘘！ああ、嘘だ。グーで殴るよ。面白い。やってみろ。この！俺はアマネの放った本気で殴ろうという意志が感じられない、微妙な速度の拳を上体を引いてかわす。冷静になって考えてみろ。俺のような男に恋人がいるように見えるか？あんたみたいな男だから謎なんじゃない。年上で金髪の外人が恋人でも、あんたなら妙に納得できるというか。アマネはじろりと俺の目を覗き込む。そもそも、うちの学園長とも知り合いなんでしょ？ああ、まあな。怪しい。何がだ？この学園に来る前は何をしていたの？ああ、ついに来たか、その質問が。書類上ではカナダに留学していたという嘘の履歴が記載されているはずだが、ここで下手に突っ込まれても長引くだけだ。今はある程度正直に答えておいた方が今後もボロは出にくかろう。ここに来る前はそうだな、紐をやっていた。紐？こじゃれた言い方をすればジゴロか？血縁のない年上の女の稼ぎで飯を食っていた。それがあの金髪の人？いや、あいつはその女の友達。女が死んだ後の面倒を見てもらっている。あんた、最低ね。その分仕事でこき使われている。文句を言われる筋合いはない。アマネは目を閉じると、額にペチッと手を当て、深いため息を漏らした。とにかく、恋人はいないってことで間違いないのね。ああ。それが重要かとも思ったが、まあ、この年頃の女には重要なことなのだろう。何事も自分の価値観だけで推し量っては全体を見失う。ここは素直に肯定しておくべきだろう。そんな俺の言葉に満足したようなには見えないのだが、アマネは、まあいいわ、と短く吐き捨てると、椅子から立ち上がって自分の席に向かって歩いていく。アマネが自分の席に着いたのを確認すると、俺は素早く背後を振り返る。何よ！振り返った背後には、真っ赤な顔をしたミチルが俺をじっと見返していた。聞いていたのか？な、ば、別に、あんたのことなんか興味ないんだからね！聞いてたんじゃなくて、聞こえちゃっただけよ！勝手に変な話聞かせないでよね！迷惑なんだから！胸の前でわたわたと両腕を交差させながら、真っ赤な顔でしどろもどろにそう答えるミチルに、俺は右手の親指を立ててぐっと突き出す。ナイス、ツンデレだ、ミチル。バカにして！聞かれたくない話なら聞きにくい話にしてしまえばいいという判断から真実に多少色づけて説明してみたのだが、果たしてどこまで信じたのやら。
俺が子供の頃に両親が死んだのは事実だし、師匠である年上の女に拾われて、彼女の稼ぎで養われていたのも事実。そしてその師匠の死後は、師匠の友人である JB に仕事をもらい、日銭を稼ぎ、ついでに身元を保証してもらって、こうして普通の学園というやつに通わせてもらっている。なんだ、こうして考えてみれば、ほとんど事実じゃないか。信じてもらえるだろうか、と不安を抱えながら口にした嘘は大抵見破られるが、ほとんど事実なのであれば、どれだけ口頭無形であっても押し通るというものだ。順調な滑り出しとは言い難いものの、まあ、こんなものかと納得することにした。